い、皆さん、こんにちは、矢印ワンでーす。いや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 ー、おっと、皆さん、2020年、最後の日でーす。2020年が終わる。信じられます？私はちょっと未だに信じられなくって、今日やっとこさ大掃除とかもろもろ始めた朝会でございますけれども、ひっくりおったまげーですよね。皆さん、終わってしまいます。今年1年皆さんにとってはどんな年でしたか？私は YouTube を始めたことが一番のもうビッグイベント、ビッグビッグビッグイベントなんですけれども、 YouTube を始めたきっかけっていうのが、まあ、3月末にね、主演の舞台があって、けどもコロナでね、もう全部グッバイしちゃったのよ。グッバイいつも限定のたまたまたてみたいな感じで、本当にもうさよならしちゃって、何したらいいのってなるじゃん。でも今年は絶対にヤバい年になるっていう実感が2020年の1月1日もう分かってたの。なんかもう自分の中でもう今年はやべえぞ、今年はもうやじりまうやべえ年になんぞお前みたいなことは全然自分で思ってたので、友達のサラッチっていう、あのサラの癒しっていう YouTuber がいるんだけど、サラッチが YouTube を始めて、で私本当に YouTube 興味なかったの。もう何が何が何だか何だかって感じだったんだけど、でサラッチが YouTube を始め始めてちょっとなんかすごく面白そうと思って、やりたくなったの。急にもうやりたくなった。その日に三脚とちっこいライトもう捨ててしまったけどね。でもうこの携帯11 Pro なんだけど、もう11 Pro は2019年の12月にもう変化してたの。あのチェンジ、あの機種変更してたから、あの新しく変えてたから、この携帯は YouTuber のために作られたようなものだって言われてるらしいんだけど、だからそれに変えてたから、偶然カメラ1本でやったろけみたいな、編集 iPhone でやったろけってなって YouTube を始めて、3月21日に始めて9ヶ月経ちます。9ヶ月だよね。今チャンネル登録者数が45,000人。ありがとうございます。今年の抱負がバイトをとにかく辞めるっていう夢があったんです。こういう風にバイトをねネタにしてるあれだから、辞めたらなんか結構ブーイング来るかなと思ってたんだけど、バイトはもうやってません。もうそれがね18歳頃からの夢だったの。もう自分の好きなことだけで生活していきたいっていう夢が18歳からあったんだけど、なかなか本当にずっとうまくいかなくて、掛け持ちして辞めて、辞めて掛け持ちして辞めてっていう感じだったのが生活だったので、10年の歳月を経て夢が叶いました。本当に皆様のおかげです。本当にありがとうございます。で一人暮らしもするっていう夢があって、今年の抱負ね、でまあ一応まあ掲げてたのが、映像でも通用する演技ができるようになるっていう抱負を掲げてたんですけど、まあある意味映像やん YouTube もいいのかなこれ。ごめんね、喋り倒して9分経ってんだけど、やばくない？めちゃめちゃカットして、多分今3分か2分ぐらいになってると思うけど。ということで、本当に皆様、無名な私に出会ってくれて本当にありがとうございます。こんなにもたくさん面白い人がいる、めっちゃいるやん。芸能人もいるし、もうめっちゃいるやん。めっちゃいる中で、この私の矢尻マオンチャンネルを見つけてくれて、見ようと思ってくれたこの人差し指、親指かもしれん、まあ、小指かもしれんけれども、その心よ、その心が本当に嬉しいって思います。運命だよ、ディスニーだよ、うちら。ディスニーゴーということで、2021年の抱負は、もっともっとね、YouTube 頑張って、もっとたくさんの方に見てもらえるようになって、みんなを笑顔にしたり、元気にしたり、とにかくエネルギー、友達にも言われたんだけど、エネルギー自家発電してるよねってめっちゃ言われるぐらい、エネルギーは有り余ってんのよ。だからそのエネルギーをみんなにも、画面上から与えたいっていう、あれもあって、これからも頑張っていきますので、皆様、一緒に頑張りましょうね。本当皆様がいないと私のチャンネルは本当に成り立たないので、全部一人で、あの誰かと一緒にやってないんですかって言われるんだけど、編集も脚本も撮影も、まあ、役もそうなんだけど、全部一人で今やっていて、作業は一人でやってるんだけど、でもなんかみんなと一緒にやってる感、なんか一致団結感が勝手に私は感じてる。ごめんね、勝手に感じてて勝手に感じてんのよ。やったろけみたいなイメージなの。ごめん、勝手に団結組んで、これからもっとみんなで一致団結してもっともっと頑張っていきたいと思います。で来年は一回ぐらいは舞台やりたい。自分とずっと演技してるから、最近は人様と演技をしたいっていうのはあります。2021年、あとはイベントできたらやりたい一回は、まあ、とにかくそんな感じで、2021年の方はそんな感じでーす。イエーイ、このテカリすごくないこれからも皆様2021年もよろしくお願いします。イエーイ、2021年一緒にぶちかましていきましょう。やったろ、OK、精神でいきましょう。では
せーのでやったろけーって言いましょうか。せーの、やったろけー。はい、というわけで、もしこの動画が良かったなと思いましたら、チャンネル登録と高評価、コメントなどお待ちしております。それではみんなバイバーイ。いい年末年始を過ごしに、チョワリダダー。チャンネル登録よ、登録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 、おいやいやいや、チャンネル登録お願いします。チャンネル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 、とととと登録お願いします。お願いします。